謎の女が現れ、風魔小太郎、加藤団蔵と共に魔界を破壊すると宣言。一方、生命は鶴姫の試練の戦いを続けていた。今回は戦国の海賊王村上武義を召喚。武義が膝をつけば鶴姫の勝利という変則的なルールで戦いが始まる。武義の圧倒的な力の前に苦戦する鶴姫であったが、武義の技を習得し、見事に武義に膝をつかせ勝利する。平を未だ欠く魔界少女剣は、参謀神楽坂と巻が生命に提案し、2対2の奪魂の儀式が始まる。魔界少女剣は小原中司と霊勢高豊、生命は越智康成と大堀安房を召喚する。戦いは康成が霊勢と小原を相手に獅子奮迅の働きを見せるも、最後の勝ちは安房に譲る。康成は安房にも心を閉ざしたまま去っている。謎の女が再び現れ、細川ガラシャと名乗る。ガラシャは風魔小太郎を召喚するが、そこに猛牛馬が現れ、朝比奈義秀を要求する。ガラシャは猛牛馬の要求に応え、義秀を召喚。神楽坂は前田刑事を召喚し、猛牛馬刑事と小太郎義秀の戦いとなる。この戦いは小太郎義秀が勝利し、ガラシャは神楽坂を捕らえ、平の居場所を吐かそうとする。神楽坂が絶体絶命の危機に平が転生。神楽坂を救出しようとするも、生命が仲裁に入る隙にガラシャを取り逃がし、神楽坂をさらわれてしまうのであった。生命は黒魔術の企みを防ぐため、魔界少女剣に休戦を申し入れ、平はこれを受け入れ、戦いは黒魔術と陰陽師の戦いに軸足を移していくのである。